大逆転裁判なるほど龍之介の冒険続きをやっていきます。では前回、被害者がのテーブルにあった、まああれだよね、ジェゼールが食べたとされるビフテキの皿で、そこには血痕があったことをなるほどは見ていたんだけど、その提出された皿には血痕はなかった。ただしその肉の下に小判が挟まっていたと。その小判はもちろんこのじいちゃんがずっと探していた小判。ごめん進んじゃった、ま、とにかく何か用があるかと、またこの二人がね法廷に戻ってきたで、その皿の肉の下に小判があった。つまりその皿は軍人さんのこのうずくまる軍曹の食べていた皿なんじゃないかと推測する。っていうのもこっちのその探した小判を盗もうとしてあのビフテキの下に隠したんじゃないかなっていう、マサルコのそこは勝手な予測ね。だけどとにかくその皿を交換したと思う、ジョゼールが。そこの血痕があった皿とここのこの人が食ってる皿をさっと交換した。だからあの皿に提出された皿には血痕がついていなかったと推測するので、ちょっと続きやっていきたいと思います。説明が下手くそでごめんなさい。このうずくまる我が子クローマルにご飯を食らわす時間である。でまだ大丈夫だよ、さっき泣いてたけどちょっとご機嫌取り戻したよクローマル。ほら大丈夫大丈夫、その風車さえあれば大丈夫だ。あー楽しそうに楽しそうに吹いてるわ。腹を空かせた我が子クローマルは野良犬以上に凶暴ぞ。まだ大丈夫、まだ大丈夫じゃない、だからまだ大丈夫。なんかあの柔らかい せんべいとかあげときなよ。柔らかいせんべいあるじゃん、白い白い柔らかいせんべい、柔らかいっていうかあの あの赤ちゃん用のせんべい。わしらは警察の犬として偽りの証言をしたと暴かれ、文字通りポンコツの烙印を押され、法廷から追放されし野良犬。すでに語る言葉一つもなく、黄昏に今日を生きる所存なり。一番危ない危ない方、危ない部類のものを持ち込んでる。本当にポンコツの亭主を一つ確認させていただく。そう、この小判があなたのものかどうかってことね。まずこの小判に見覚えはあるね。俺のだな、わしのじゃな、俺のってかわしのじゃな。それはそれこそはまさにそれこそはまさしこそれこそはやっぱり探してたやつだわ。あの日ポンコツが失いし光り輝く宝永の城門なり。なんとやっぱりそうでしたか。若いの、このわしも知れぬ老いぼれに教えてくださらぬか。一体我がチンポどこに落ちていたのか。え、落ちていたというべきかどうかわかりませんが、交番は牛の肉片と鉄板の間にソースにまみれて挟まっていました。なんと肉片と鉄板とな。当然そんなところに小判を落とすのは不可能です。つまり誰かがそこに隠したということになる。それは多分ね、あの軍曹さんだと思う。で、盗もうとしたんだと思う。違うかな。我が宝永を肉と鉄板の間に隠したじゃと？クローマルがいたずらしたパターンある。このクローマルのいたずら。クローマルのいたずらのパターンはもうあるのか？一体誰がそのような不届きなことを。ちょっと驚いてるから、この顔、あ、やべ、バレたの顔か？軍曹さんよ。どうだ？なんで黙るんだ？恐れ入りますが。あ、やっぱりそうだ。だって、ここ見切れてる軍曹。汗だらだらだもん。絶対そうだ。軍曹盗もうとしたろ、小判。絶対に。私から一言よろしいでしょうか。どうぞどうぞ。細長刑事。申し述べるがよい、刑事よ。先ほども申し上げましたが、この細長。ある事件の捜査のため、ボーイとしてあのレストランに潜入しておりました。そうだね。もう一つの事件っていうのは何だったんだろう。窃盗かな、やっぱり。違う？なんだ？そういえばそうでしたな。潜入捜査とか。
ラ・クワントスは高級レストラン、外国人をはじめ裕福な客が集まります。最近そのような客の持ち物を狙った同じ手口の盗難が相次いでいる。あ、軍曹、お前その犯人なのか、もしかして。先日そのような通報が帝都警察本部に入ったのです。むう、許しがたき卑劣感であるな。被害者には外国人も多く、迅速なる解決が求められました。それで刑事さんが潜入していたわけですか。うん、そうかそうか。はい、憎むべき不届き者の犯行を抑えるべく料理を運んでおりました。大丈夫か軍曹、汗だらだらだけど、お前大丈夫か。まさかお前やってないよな。クローマルが悲しむぞ、そんなことしてたら。マジで。どうやらこの小判も同じ犯人の仕業と考えられます。あー、もうこれ決定打だね。決定打打たれたんじゃない。もうチラ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 すな。チラ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 。レストランに出没する大泥棒か。俺たちの知らないところで。あのレストランではすでに事件が起きていたということらしいな。大泥棒かどうかはともかく、亭主の小判を盗んで隠した者の正体は明らかです。うん、一人しかいないよね。え、なんじゃと。気づけじいちゃん。どうやら弁護人の考えを聞くべきようである。日暮らし老人の小判を盗み、肉の下に秘匿した憎むべき犯人。それはもう残念ながら軍曹でございますよね、多分ね。行きますよ。せーの、はい。軍曹、もちろんあなたですね。汗かいてたもんな。あー、クローマルもびっくり。うずくまる軍曹。貴様、なんというこの人でなしみが。本当にやってないならそれを言っていいけど、本当にやってるのにこの言葉はもう本当に恥ずかしいぞ。クローマルがびっくりしてんじゃん。人でなし？小判を盗んだ、だと？汗かいてるんだよな。レストランの大泥棒だと？貴様は本気で告発するつもりなのか？この我が息子クローマルが全ての犯人であると。あ、子供のせいにした。お前子供のせいにした今ね。えてか本当にクローマルのいたずらなのか。え、そうじゃないだろう。そうじゃないだろう。みんなはーってなっちゃった。みんな呆れちゃったよ。もうなんかそれ、そうじゃねえだろ。無邪気な我が子に罪をなすりつけるなんて。人でなしはあなたの方です、うずくまる軍曹。うん、そうだよ。クローマルがかわいそうだよ。マジでお前父親として失格だよ、そんなもんは。ああ、ほら怒られた。もう引っ張って抜いちまえ、そんな。うおお、なんだ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 。あ、大間さんの感じ。痛い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 。あ、なんか折れた。なつった今、なつった今。あ、クローマルが出てきた。クローマル、お、クローマル。かわいい。っていうかクローマルがかわいすぎるんだけど、ちょっとねえねえ、クローマルがかわいすぎて、ちょっと伸ばされすぎてビヨンビヨンになっちゃった。クローマル超かわいいんだけどね。ダニフォンテ国陸軍うずくまる、なんだっけ、大蔵でいいんだよね。大蔵軍曹大臣にてちりぬ。あー、認めたってことね。ああ、パッパから言ってたよ。もうクローマルかわいそう。そんなにさ、貴様たちは知っているか。何を。この国を守るべき帝国軍人のびっくりするほどの給料の低さを。それはそれでかわいそう。国を守る軍曹様が低賃金で働いてんの。先の戦時における臨時増税より戦争が終わった今も税率は控えおかれ。
下士官たちの生活は苦しいとは聞いているが、これって本当の話だのかな。本当にやっぱその時代ってこうだったんかな。やっぱ軍とかじゃなくても警察とかそっち側がもう主になってるもんね、国がね。今まではやっぱ日本万歳で戦争でやってて、やっぱ軍っていうものの地位的なものが高かったけど、もう戦後でそれはそうじゃなくなってるんだもんね。この黒丸に温かい飯を食わせてやりたかった。それであのレストランで泥棒を。あの店には金持ちが集まってくる。我は3日に一度あのレストランに通って獲物を探していたのだ。ランチのビフテキを我が自慢の歯で噛みちぎりながら。そうだよね、あれ切ってないよね。歯型がすごかったんで、あんな肉の食い方するっていう肉の食い方だったよね。見た目通りナイフとフォークは使えないみたいだな。それであの日ご老人の小判を。やっちまったんか。その通りである。ああそう、じゃあもう完全にあのビフテキの何お皿はうずくまる軍曹のテーブルにあったものっていうことがここで断定されたってことだ。ご老人は好きだらけで、その我は難なく小判をポッケに入れた。ポッケに入れた？一旦ポッケに入れたらなんで肉の下にあんの？うむ、なんたる見事な怪とっぷりなり。そして食いかけのビフテキもそこそこに帰ろうとしたその瞬間、バンとなったんか。で、なんで肉の下に？あの事件が起こったわけですね。あの時ポッケを調べられては我が身と黒丸は破滅するしかない。そう考えた我はとっさに小判を隠したのだ。ああ、そういうことでそこに隠したと。ビフテキのその下に。別に下にコロンって落とせばよかった話なんじゃないの？だってこのその日暮らしさんは床に落ちてると思って探したわけじゃん。だからポロンって落としてやればよかったのに。あ、でもそうしちゃったらこの事件が解決しないからよかったのか、肉の下にあって、うん、黙り込んじゃった。みんな黙り込んじゃった。バカバカしいこと。これはもうあの女だな。くだらない茶番は私のいないところでやっていただけるかしら。でも今重要なことが分かったんだよ、ジェジェールさん。あ、おお、これは失礼いたしましたぞ。わけのわからぬ足止めも今度こそおしまいにさせますので。どうぞ心置きなくお帰りいただきますよ。まだだね。うん、確かに。ご老人の小判を盗んだのはこの子連れ軍人であるということは、ワトソン教授の殺人事件とは無関係ということになる。関係 あるって。なんでその皿がだったからワトソン教授のところにあったかってことを審議しないと。皿が交換されてるっていう事実をここでもう一回みんな確認しないとダメでしょ。帰っちゃダメでしょ。そういうこと。ビフテキに交番を隠すなど、まるでノンセンスな発想ですわね。ノンセンス。そもそもナイフとフォークを使わずビフテキにかぶりつくなんて、もう完全にあの皿は違うな。じゃあやっぱり交換されてるな。むしろノンセンス以下、センスのかけらもありませんわ。その証言の疑問がついにすべて消えた以上、本法廷はこの証人を引き止めることはできぬ。どうぞお帰りください、レディー。それでは失礼いたしますわ。皆様ごきげんよろしゅう。待ったって言え。待っただ、待った、待って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 、行くな、待って。何？チャオ、チャオか。待って、チャオじゃねえ。チャ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 オチャオチャ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 オチャ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 。わかる人にはわかると思う、この CM ね。待ったって言わないの？おかしいじゃん、だって。
どうしたんだ。なるほど、ぼんやりしている場合ではないぞ。あ、いや、今のジョセールさんの最後の言葉なんだけど、え、なんだったっけ、なんだっけ、なんだっけ、チャオ、最後の言葉チャオじゃないだよね。まるで証言に致命的な矛盾があった時のような。それならば考える前にとりあえず叫ぶんだ。オッケーオッケー、叫ぼう。考える前に先に叫べね。考えるのはそれからでいい。審理が終わる前に叫べ。オッケー、叫ぶぞ。待ったって叫ぶぞ。よし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 、きた。お待ちください、ジェゼールさん。まだ何か？ジェゼールさん、今度こそ最後です。どうか説明をしていただけますか？うん、なぜそのお皿が教授の前にあったのかを説明してほしい。あなたの最後の言葉、その矛盾について。何ですって、矛盾？貴様、一体何を言い出すのだ？どういうことだ。なるほど、あの女の最後の言葉といえばチャオの前だろうな。ビフ的に小判を隠すなど、まるでノンセンスな発想ですわね。あー、これがなんだ、なんだ、この後か、あ、この後か。そもそもナイフとフォークを使わずビフ的にかぶりつくなんて、これか。ナイフとフォークも使わずビフ的にかぶり、あ、もうここでそのナイフとフォークを使わずに食べた跡があそこにあるから、もうあのお皿はもう完全に軍人さんのものだっていうことがここでわかる。で、その皿がワトソン教授の目の前にあった。変だね、変だね、それね。むしろノンセンス以下、センスのかけらもありませんわ。ここどこ、最後の言葉、センスのかけらの決定的な矛盾がある。それでは弁護人に証拠の提示を求めるすとものとする。証人、ジェゼール・ブレッドの言葉の矛盾を立証する証拠。フォークとな、あー、わかった、完全にわかった。フォークとナイフを使わず、フォークとナイフを使わずって言ったよね。使わずこの状態にはなれないよね。え、どれを提出すればいいんだ。フォークとナイフを使うと、これフォーク映ってるよね、映ってるけど、え、どれを提出すればいいんだ。これか、だからこれかぶりついてる後です。これ交換した後だよね。でもフォークとナイフがある、ここに。だからこの皿とこれが合ってないってこと。フォークとナイフがこれだ、これでいい気がすんな。いい、これちょっと突きつけます。いけ、くらえ。事件直後に撮影された写真ですか。注目するべきはそこに写っている食卓の上のビフテキの皿です。うんうん、これは事件が起こった時レディーが召し上がっていたビフテキ。正確には、うんうん、事件が起こった時被害者の食卓にあったビフテキです。うんうんうん、フォークとナイフを使って食べてない。どっちも同じことではないか。ジェゼールは気づいたか、気づいたっていうか、あ、やべえ、バレたってなってんのかな、これ。このビフテキには一つとても不自然なところがあります。なんだと？不自然？それはもちろん肉の切り口です。うんうんうん、あ、バレたってなってな。お気づきになったようですね、ジェゼールさん。どういうことか。ジェゼールさんは先ほどこう言いました。ナイフとフォークを使わずビフテキにかぶりつくなど考えられぬと。それはそうでしょう。この方はレディーなのですぞ。ではこのビフテキの切り口を見てください。うん、ちゃんと歯でガブって言ってるもんね。やっぱこれも重要だったんだ。ご覧の通り野生味あふれる歯型が刻まれている。あ、ああ、お前の食い方じゃないよねこれね。
あの女、何かに気づいたようだな。もし、商人がナイフとフォークで上品にいただいたのならば、リフテキがこのような無残な姿になるはずがないのです。しかし、いたからなんだというのだ。それは、デデだって腹ペコのあまり肉に、はい、4回目じゃない？シャラップ4回目。アウチに対してシャラップ4回。汗かいてきてる。汗かいてきてたらもうこれ勝ちじゃない？でもさっき、あれなんだな、ずっと、勝てると思っても、また、詰んだ、詰んだってなってるから、今回もちょっと、なんかあるか？なんでしょうかな、レデ。もう本当に失礼しないと。ダメだよ、逃げんな、お前。お前逃げんな、マジで。最後の最後に逃げんなよ、マジで。まだ終わってねえんだよ、こっちはよ。外務大臣と午後のお茶の約束がありますので。外務大臣、そんなこと言ってなかっただろうがよ。急に外務大臣とか出してきやがってよ。しかし、本当にもうすぐ終わりますぞ。このうちにお任せいただける。はい、5回目。はい、連続のシャッター。ああ、泣いた。これ生きてるのか、死んでるか。生きてんの、死んでんの、はっきり言っとけ。生きてるんだ。黙りなさいな、このメガネ侍崩れが。アウチ、メガネ侍崩れって相当ディスられてるぞ。最上級のディスり方されてるぞ。それでもお前は従うんか。ははぁ。弱っ。アウチ、弱っ。なんだ、レイレイメ。急に様子がおかしくなったぞ。崩れてきた証拠だ、これは。どうやらあのレディにも分かったみたいだ。ビフ的の歯型が最終的に何を意味するか。なんだと？なるほど。貴様。いいね。いいよ。今度こそこれで全てがつながった。上品にいただいたはずの肉に刻まれた醜い歯型も。僕が見たはずの血痕が消失してしまった理由も。そして、誰がワトソン教授を撃ったのかを立証するその証拠も。確かにこのビフテキは不自然かもしれぬ。しかし、それで一体何がわかるというのか。この事件のすべてです。もう俺には見えてる。俺たちだな。マスルコと、なるほど、俺たちには見えている。すべてだと？この醜い歯型の刻まれたビフテキは、決定的な証拠につながっているはずなのです。誰がワトソン教授を撃ったのか、それを立証する証拠に。あ、こっちにも言ってきた。そんな言葉はもうたくさん、決定的な証拠ですって。あるはずがないわ。日本人らしい薄っぺらいはったりね。どうしてそんなことが断言できるのですか？簡単なこと。そんなものがあるなら特に提出されているからよ。ちょっと待って、細長さん。あ、ちょっと進んじゃった。確かに現時点で提出はされていないようです。だけど、細長さんが全部の皿を押収したって言ってたから、多分軍人さんにのテーブルにあった皿も回収してるはずなんだよね。それを提出してもらいたい。なんだと？でもだからといってそれが存在しないとは限りません。細長さん、部屋を出してくれ。バカな、ここまで審理を続けて提出しておらぬ証拠などある。ある。それはつまりそんなものは存在しないということだ。でもその証拠を持っている人物ならば分かっています。うん、その人物にお願いして証拠を提出してもらえば、それでこの事件は全て解決すると思います。よし、細長刑事頼む。それではこれが弁護人に対する最後の要請となるであろう。この事件の真相を明らかにする最後の証拠を手にしている人物とは。細長さん、頼むよ。押収したって言ってたよね、全部の皿。行くよ。細長さん、頼む、出して、皿。もちろんそれは細長刑事さんです。もちろんとは、
何ですか？え？この私が決定的な証拠を隠しているなど今後どうだん、あ、大丈夫？大丈夫、生きて、お願い、強く生きてほしい、強く、いろいろあると思うけど強く生きてほしい。いやいやいや、そういうことではありません。隠してたんじゃなくて、ただ停止してないだけだから。すべてのポイントはこの歯型のついたビフテキです。歯型、先ほど黒、なんだっけこれ、うずくまるさん、うずくまる軍曹さんはこう証言していました。ランチのビフテキを歯で噛みちぎった、そしてご老人からくすねた小判を肉の下に隠したと。 なんだ若造め、この軍曹と一戦交えるつもりか悪いことしたんだからさ、もうちょっとさ、こう謙虚な感じでいたら。軍曹さん、一つ確認させてください。その時小判を隠したのはご自分のビフテキでしたか？カツレツ、当たり前だ。このいくらこの帝国軍人とで、帝国レディーロー、目の前の肉を失礼ながらとめくる勇気はない。つまり先ほど刑事さんが提出したこのビフテキは、うずくまる軍曹のビフテキだったということになります。うん、そういうことになるね。しかしそれはおかしいではないか。そうでしょ、おかしいでしょ。だってこれは被害者の食卓から応戦されたのだから。して、レディーは肉にかぶりつかないし、小判を盗む機会もありませんでした。あ、当たり前よ。そのような言いがかり、大英帝国に対する侮辱ですわ。しかし、それではこの矛盾、どう考えれば。だからトレードですよ。サラトレードが行われたんですよ、そこで。そうだ、まさか貴様、この帝国軍人がビフテキを皿ごと取り替えたとでも言うのか。バカなの？ねえ、お前、そこまで分かっててバカなの？なんで軍人がやんだよ、それ。ああ、進まなきゃ。クローマルもびっくり。アウチも気づいた？皿ごと取り替えたというのか？そうだよ。気づいた？そうだよ。クローマルもびっくり。実はあの時。はい、あの時。目の前で殺人事件が起きて、我が頭は真っ白になった。とっさに目の前の我が肉をめくり、小判を隠したのだが、ボーイが刑事だと名乗り、我現場からの逃亡に失敗す。もし刑事が気まぐれに我が肉をめくったら、我が人生万事休す。あ、やっぱりうずくまるが交換したのか。それでそういうことね、バレるからこっちと交換したのが吉と出たのか、こっちとしては。はい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 。そこでその学生、大学生が捕らえられ、厨房に連行されていった。その隙に交換したんだな。そうかそうか、そういうことか。我がビフテキとレデーのビフテキを0秒の早業で取り替えたのだ。ああ、それに気づかなかったんだ。そうか。知らない。私そんなの見てないわ。作戦名、電光石火。考えている暇はなかった。やらなければこちらがやられていた。そう、やるしかなかったのだ。黒丸笑ってる。父ちゃんかっこいい。父ちゃんかっこいいってなってるわ。なんだと？そうかそうか。そういうことね。ちょっと考えすぎちゃったね、マサル君はね。しかし、安心めされよ、源氏殿。何がだ？帝国軍人としてここに誓う。我が所業はそれだけだと。あ、殺してはないよってことね。それだけで十分だ。はい。はい。来た。じゃあまとめようか。
ビフテキは取り替えられたということは、うずくまる軍曹はジェゼールさんのビフテキを自分の食卓に持ち帰ったわけです。確かに当然そういうことになる。細長刑事さん、全部押収したというその皿を大丈夫？ちょっと、はい。あなたはこうおっしゃっていましたね。ジェゼールさんのビフテキも、うずくまる軍曹のビフテキも、その両方を押収したと。言ってた、言ってた。あ、あ、やばってなってる。やばってなってる、こいつ。やばってなってる。ブルブルしてる。ちょっとこっち映り込もうと頑張ってる。こっちの画角に入り込もうとすごい、あの、ここを沿って頑張ってる。その通りでございます。じゃあ提出してくれ。それでは今度こそ提出していただけますか？事件が起こったその瞬間、被害者の食卓にあったビフテキを。なんだ、阻止すんな、お前。阻止すんなや、お前。今さらそんなものが何だってのよ。冷えてコチコチになった肉なんて事件には何の関係もないわ。そこじゃないんだよ。さっき言ったろ、皿だよ皿。問題はそうはいかない、レディー。な、何よ、どういう姿勢それ。そもそもあなたは覚えているだろうか、このビフテキが問題となったそのきっかけを。そう、結婚がね。それを勝手に問題にしたのはあなたたちでしょ。そのきっかけはこの男のある記憶だった。記憶？あの時僕ははっきりと見たのです。まあね、ワトソン教授の真後ろにあったはずのビフテキの皿には確かに飛び散った血が付着していました。俺はこの被告人の記憶を信じている、その記憶を確かめる証拠こそあなたのビフテキなのだ。あるよね。それでは細長刑事よ、そなたに証拠の提出を命じる。事件当日この軍人の食卓にあったもう一つのビフテキを持ってるよね。あ、来た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 。はーい、来た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 。お待たせいたしました。来たー、すごいでかい声出してた。来ました。もうこれは明らかでしょうね。えこれはもう明らかですね。じゃあということで今回はここまでにしたいと思います。次回これはもうこのまま突っ走れるんじゃないかと踏んでいるけども、まだでもわかんないけどね。ということでご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺も